岡田伊蔵は、江戸時代末期の土佐藩郷士で、幕末の四大人斬りの一人として知られています。彼は土佐勤王党のメンバーとして、尊王攘夷運動に尽力しましたが、その過程で、多くの暗殺に関わり、人斬り伊蔵として恐れられました。岡田伊蔵は、土佐藩の下目付であった、井上佐一郎の暗殺に参加し、京都町奉行の役人や、与力、安政の大獄を指揮した、長野主膳の愛人など、多くの人物の暗殺に関わりました。これらの暗殺は天誅と称され、伊蔵は、その行動から天誅の名人とも呼ばれていました。伊蔵と坂本龍馬は、土佐勤王党の同志として顔見知りであり、龍馬は伊蔵を、勝海舟の護衛に推薦したこともありました。また、伊蔵は龍馬から、肥前忠広という秘蔵刀を貸与されたこともあり、この刀は伊蔵の暗殺活動に用いられました。伊蔵の最後は悲惨なものでした。彼は拷問を受け、その苦痛に耐えきれずに自白し、その結果、武市半平太を含む、土佐勤王党の多くの同志が断罪されました。岡田伊蔵は、1865年に28歳で処刑され、その首は晒されました。時世の句は、君のため、尽くす心は水の泡、消えにしあとぞ、澄み渡るべきというもので、武市半平太への忠誠と、失望が込められていたと言われています。伊蔵の墓は、高知県高知市の、真宗寺さんの頂上付近にあります。彼の生涯に心を打たれる人は多く、今も墓には喧嘩が絶えません。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。この動画が良かったという方は、チャンネル登録と、高評価よろしくお願いいたします。